プリムローズヒルは、ロンドンのカムデンクにある標高256フィートの小高い丘、およびその周辺地域の名称である。リージェンツパークのすぐ北にあり、ロンドン市街地を一望できる場所として、ロンドン屈指の高級住宅街として、また多くの音楽、映画、文学作品に縁がある場所として有名である。プリムローズヒルは、リージェンツパークと同様に、かつて、 ミドルセックスの森の一部だった。この一帯は、英国王室の専用狩り場だったが、ヘンリー6世が設立直後のイートン公にこの土地を与える。土地を授与されて以来、イートン公はこの土地を持て余し、牧草地として放置していた。結局イートン公は1842年王室に、この土地を返却し、同年、プリムローズヒルを含む一帯は法律によって、 公共のスペースとして規定された。現在のプリムローズは指定保護地域になっており、周辺にはビクトリア朝時代のテラス式住宅が立ち並び、著名人が多く住むロンドン屈指の高級住宅街である。プリムローズヒルを含むさらにプリムローズヒルトーリンカルコットスクエアの物件は約400万ポンドもする。プリムローズヒルは現在の風光明媚で穏やかな印象に見つかわしく、 内地生臭い歴史も持つ。多くの殺人事件がプリムローズヒルで発生しており、特に有名なのは1678年10月に発生した奇妙なエドマンドベリー、ゴドフリー殺人事件である。またこの丘は決闘の場所としての歴史も持っており、1843年にイングランド最後の決闘の舞台にもなっている。プリムローズヒルはかつてグリーンベリーヒルと呼ばれていたが、 17世紀に、時の権力者がこの丘に咲く桜草にちなんで、プリムローズヒルと名付けた。プリムローズヒルからの眺めプリムローズヒルは、昔から音楽に縁がある場所である。例えば、作者不明のザ・スウィート・サリアテーション、オンプリムローズヒル、オア、アイノーユーノットという曲があったと1685年出版の書籍に記述がある。ここでは、プリムローズヒルに縁がある。 主な音楽作品を紹介する。特に、ザ・フール、オン・ザ・ヒルのヒルは、プリムローズ・ヒルのことである。他に、イエスタデイや、ゲッティング・ベターも、同様にプリムローズ・ヒルで着想を得た曲だとされている。シティ方面の長望プリムローズ・ヒルには、著名映画人が住居を構えているほか、映画自体にも、舞台として登場する。また BBC 制作の SF テレビドラマ、ドクター、 プーのザ・サウンド・オブ・ドラムズというエピソードにも登場した。プリムローズ・ヒル前景以降の広場プリムローズ・ヒルはマザー・グースにあず、I was going up プリムローズ・ヒルというタイトルがあることからもわかる通り多くの文学作品を紹介する。以下、代表的な作品を紹介する。エンゲルスの自宅跡プリムローズ・ヒルは前日のように多くの著名人が過去に、または現在も 今日構えている特に1990年代中盤後半にかけて有名になりプリムローズヒル周辺に今日構えた人たちを指してプリムローズヒルセットと呼ぶことがあるプリムローズヒルセットに含まれていると考えられているのはなどであるプリムローズヒルセット以外の著名な住人は以下の通り夜のプリムローズヒルプリムローズヒルへのロンドン地下鉄の最寄り駅は 以下の4駅である。なおプリムローズヒルレイルウェイステーションは1992年に廃止された。ありがとうございます。